という方もいると思いますけども、カードをマジックをやるのにどうやったら優しいかということを説明してあげます。例えばゲームをやりたいという、だいたい手品を見せるとトランプ、ポーカーなんかやったらという人がいます。でトランプでも裏から見て表が分かる方法を知りたいですかって、種が知りたいからみんな知りたいって言いますね、うん、そういうふうに話を持っていかないといけないですよ、ね、でも言うとね、まあ、いわゆるコロンブスの卵の例もあるように、そんなことないという人がいるんです。ほとんど手品の種に関して言わないって約束を取り返す、取り交わすと言わないって言うんです。はい、聞きたいからじゃあ言うけど絶対に何だって言わないよね。トランプを裏から見て表が分かる方を教えします。1の裏に1と書いておくんですそれは何だと思ったでしょう、ね、2の裏に2と書いておくと分かりやすいですよね、ゲームでもマジックでも。3の裏に3と書いてあるんです。4の裏に4と書いてあるんです。で5の裏に5と書いてあるんですね。でここで6で終わりなんですけど、いいですか、1、2、3、4、5、6、6の裏に6と書いてあるんですが、さっきまでの5までの数字と6だけ性質が違うの分かりますか。6の数字がこう看板にこうピタッとつけてあって、釘が取れてるとこうなるんですよね。9に見えるでしょ、と思っても急に9になるんです。そうするともう種を聞こうという気になくなるんですよこれももう一つ手品見ちゃったからね。これね、これで普通終わりだったんですけども、じゃあ聞きますけど、1の裏は何て書いてあったって言うんですよ。大概日本の方はほとんどそうやって答えてくれない外国の人に聞いたらちょっとまずいかもしれない。実はエースと書いてあるんです。で、値段落ちです